ジャイアンツの先発はグリフィンです。来日2年目ですが、去年はベイスターズとの対戦がありませんでした。今日が初対戦。ルーキーの渡来の打球、レフト長野がファインプレー。グリフィンは初回三者凡退の立ち上がりでした。一方ベイスターズ新外国人のケイ、来日初登板初先発です。初回ランナー二塁一塁、岡本のセンター前へのタイムリー、ジャイアンツが先制しました。4回です。このオースティンの当たりでしたが、坂本サードエラーがありました。そして満塁として宮崎、左中間を破る2点タイムリーツーベース。ベイスターズが逆転に成功します。この当たりが左中間を深々と抜けていきます。佐野そして宮崎、この辺りでしっかりと得点を重ねていきます。坂本は4回センター前ヒットで出塁、そして長野もレフト前ヒットでつなぎます。ランナー3塁1塁で吉川のこの辺り、サード宮崎のフィルダースチョイスでジャイアンツが同点に追いつきます。リクエストも判定は覆らずという結果でした。代打萩尾、初球をレフト前ヒット、チャンスを作ります。そしてワンアウト満塁とチャンスを作って浅野、レフトへの犠牲フライでジャイアンツが勝ち越し1点リード。しかし今日はゲームが非常に動きます。ゲームの中盤でした。満塁で佐野、マウンドに上がった井上でしたがライト前タイムリー。ベイスターズがこれで3対3の同点。さらにマウンド上には松井が上がりました。満塁で宮崎、なかなかこうストライクが入らないという状況、フォアボールで押し出し、ベイスターズが勝ち越しです。そして関根に対しても押し出しフォアボール2者連続です。これでベイスターズのリードは2点です。追加点ベイスターズ、マウンド上堀田、ランナー一塁で宮崎、右中間を深々と破る、これがタイムリーツーベースになりました。これでリードは3点。上茶谷は今日は3イニングを投げました。しっかりとその役割を全うしたという今日のピッチング。チャンスらしいチャンスを作らせません。3回無失点。今日の抑えは森原が担当しました。ベンチメンバーから山崎が外れているという今日の試合でした。ただ門脇がランナー三塁一塁からセンターへのタイムリーで1点を返します。これで2点差。一発が出ればサヨナラという場面でしたが、岡本最後はキャッチャーフライ。ベイスターズが2点差、これをしっかりと逃げ切って開幕から3カード連続の勝ち越しということになりました。